はいどうも、はい、今ちょっと洗車を終えまして、今また違う場所に向かってます、はい、まあちょっともう暗くなっちゃったんですけど、あと30分ぐらいありますね、目的地まで。まあ今向かってるところはですね、インスタグラムで、まあ、コメントくれた人なんですけど、まあ、店舗さんやってるんですね。バームクーヘンって、バームクーヘンを売ってる店舗さんなんですけど、まあ、そこに行ってこようかなと。この前行ったんですけど、なんか僕の勘違いで、なんか事務所だったみたいで、うん。で、なんかそれをインスタにアップしたら、いや、そこは事務所ですみたいなね。いやもっと隣の隣がお店ですみたいな、マジっすかみたいな。で今度リベンジしますっていうことで、まあ、そこは市川店なんですね、市川店、まあ、そこ寄ってこうかなっていう。で動画も撮って、うん、でそうそうそう、まあ30分ぐらいあるんで、あれなんですよ、ガソリンスタンド行って、まあ今日何だろうな、何にしようかな、テーマ何がいいかな。何にしようかな、テーマは何にしよう。話すことはまあなんとなくは話せるんですけど、テーマがね、どうしようかな。おお、眠い眠い、結構疲れますね。今日動画何本撮ってんだろう。今日も結構撮ってますね。結構疲れましたね。まあガソリンスタンドでも仕事してたんですけど、どうしようかな。セールス思考でいい、そのままでいいかな。セールス思考にしましょうか。セールス思考、まあ、結論セールスされたわけですよ。あのガソリンスタンド行った時に、まあ、毎回僕ねガソリンスタンド行くとセールスされるんですけど、まあ、いいお客さんだと思われてるのかもしれないですけど、で今回あのいつもその担当というかその店長さんなのかな、店長さんっぽい人がいつもこうこれどうですかみたいな感じで、まあ、案内してくるんですね。でその店長さんはその上手いんですよ、その案内の仕方が、うん、案内の仕方が非常に上手くていつも買っちゃうんですけど、この前は直近だと何買ったかな、バッテリーか、あバッテリーじゃ、バッテリーじゃないな、何買ったかな、あそうガラスの、その窓ガラスのコーティングです。窓ガラスのコーティングを買いました。それ2、3万ぐらいだったかな。で一番高いのがそのなんとかキーパーダブルダイヤモンドキーパーだったかな、ちょっとなんとかキーパー、その車のコーティングを13万ぐらいでお願いしたんですけど、まあガソリンね入れに行っただけで13万ってなかなかヘビーですよね。ガソリン入れに行ったら13万円って多いみたいなね。まあうまかったんですね。で今回そのセールスしてきた人がまだ働いてたかっていうね、以前ねちょっとねどうなのこの人っていうなんですよ。 なんかね前なんかでネタにして書いたんですけど、その人がセールスしてきたんですね。前もご案内したと思うんですけど、あのエネオスのカードどうでしょうかみたいな、大丈夫ですと。でまあ、僕洗車やってたんで、今エネオスのカードに入ると洗車がお得になりますと、安くなりますと、で1000円ぐらい安くなりますみたいに言われて、いやいいですって言って、大丈夫ですって、あそうですかって終わったんですね。
で、セールスってまあ僕もセールスしてるんであれなんですけど、要はセールスって提案なんですよね。提案、なんかそのセールステクニックとかあるじゃないですか。まあそういうテクニック巷にもまあ本買えば売られてますけど、セールスというのは提案なんですよね。提案、この提案ができるかどうかで、まあ、制約率は僕変わると思います。もちろんいろんなセールステクニックがあるんで、まあ、一概には言えないんですけど、セールスって基本的にその人の需要、まあ、悩みとか欲しいものをに対して提案するっていうものがなんですね。だから売るというよりか提案なんですよ。で、売れない人って売ろうとしてるんですね。もちろんそのゴリプッシュする時もあるんですけど、基本は提案なんです。提案だ、セールス思考なんですけど、本質はセールスっていうのは提案なんです。だからやるべきことっていうのはその人の需要を掘り出して、まあ、欲しくさせたりとか、まあ、重要性を訴えたりとか、まあ、いろいろありますけど、だその今回僕が断った理由っていうのが、なぜその断ったのかっていうと、まず僕がクレジットカードの必要性がないわけですよ。クレジットカードは僕楽天しか使わってないんで、その楽天だと、楽天ってエネオスと提携してるんで、楽天カードでエネオスで入れるとポイント貯まるんですね。で、楽天カードでほと全部1枚でやってるんで、他のクレジットカードってあんま必要ないんですよ。だから僕ね、楽天のブラックカードを狙ってるんですけど、楽天のブラックカード、ブラックカードで楽天ってなかなかファンキーじゃないですか。1枚ちょっとね、どうすればブラックカード持てんのか分かんないですけど、まあ僕ね、楽天のなんか一番なんか楽天カードってそのランクがあるんですよ。ダイヤモンドで、一番最上級がダイヤモンドなんですよ。でそれはある程度のショッピングするとダイヤモンドになれるんですけど、多分ね、そのダイヤモンドを4年か5年キープしてるんですよ。だからまあカード使ってるんで、うん、だからまあちょっとね、楽天のブラックカード持ちたいなっていう。で、楽天のブラックカードはその年間費が安いんですよね。3万ぐらいなんですよ。他のカードだと年間費結構もっとブラックカード高いんですけど、楽天のブラックカード欲しいなって思うんですけどね。どうやったら取れるんだろうな。なんかブラックカードってなんかあれじゃないですか、向こうから来るんですよね。まあ僕信用がないからね、情報系やってるからね、あれなんですけどね、はい、まあそんな感じで、まあちょっと話脱線してますけど、まあ、僕はその楽天カード使ってるんで、そのエネオスのカードは必要性がないんですよね。で、まあそれをまあ、言ってはいないですけど、大丈夫です大丈夫です、あそうですかで終わっちゃったんですけど、その店長さん、多分店長さんだと思うんですけど、そのガソリンスタンドの、まあ、上手い人はその毎回切り返すんですよ。切り返してくるんですよ。いや必要ないですよって言うと切り返しが上手いです。じゃあこんなのどうですかとか、切り返しが非常にうまいです。なんかその提案って一つの提案が通ればいいですけれども、通らない場合もあるわけじゃないですか。じゃあその A 案 B 案 C 案 D 案 E 案っていうのを提案していくっていうことが大事で、あの提案はもともとその断られて当然なわけですよ。そのまあ、ニーズが分かってればその確率は上がりますけど、ニーズが分かんない段階で提案しても断られて当たり前なんですよね。だからそれ探り探りやっていかないといけないんで、じゃあこれはどうですか、これはどうですかっていう提案ができると、北東に進みます、その先左方向です、左方向です、大丈夫だよ、大丈夫です、ね、ちょっとナビが暗いですけど、だからなんか A 案 T C 案 D 案みたいなね、そういうのを提案できるといいんですよ。ほとんどの人はそれが提案できない、うん、その
断られたら終わりみたいな。まずその考えないといけないのはセールスとは提案だと、なんかうろうろではなくて、こんないいものありますよ、こんな、要はなんか別に詐欺師するわけじゃないんだから、およそ 200m 先分岐を右方向です。なんでもあのなんだろうな、その商品がその人にメリットがあればいいわけじゃないですか。分岐を右方向、その商品が、その商品がその人にメリットを与えるんであるならば提案するべきじゃないですか。そうですよね。なんかその人の人生に役に立つ、その人のメリットになるであるならば提案するべきじゃないですか。だからまあ断られたとしても他のなんか、じゃあこれはどうですかみたいな。まあそれあんまりしつこくやると微妙かもしれないですけど、そのなんかね、言われたから終わりで終わっちゃうと売れないですよね。まあ本当にね、セールスに関してはいろんなテクニックはありますけど、やっぱ断られるっていうのが結構多いので、断られた時の切り返しですよね。そこをうまくやると売れますよね。だから僕もそのなんだろうな、その13万一番高いやつのあれやった時も断りましたからね。だってガソリン入れに行っただけじゃないですか、ぶっちゃけガソリン入れに行っただけなんで、いやー特にみたいな感じでこう言ってたんですけど、でもこれはですね、こうなってこうなってこうなってこうなるんですよみたいなっていう、そのダメでも他の切り口でこうアプローチしてくるわけですよ、提案してくるわけですよ。例えばそのダイヤモンドキーパーは、その結局そのあのこの言葉がね、僕は響いたんですけど、いや大切な車を長く乗るんであるならば絶対いいですよと、っていうね、このね本当に一言なんですけど、いや車を長く乗るんだったら一度やっといた方がいいですよと、すげえ持ちがいいんでみたいな。で僕は車長く乗りたいんで、その言葉にやっぱ刺さったんですね。で話を聞いてみようみたいな、あじゃあ話聞こうかなみたいな。だからそのいろんな切り口でこう提案していくと、あのお客さんに反応する言葉フレームがあったりとかするんで、例えば僕がその人に対して、あ別にガソリン入れに来ただけなんで、まあ、今回はって言って、あそうですかって終わったらもうそれで終わりじゃないですか。それで売れてなかったですよね。それで終わりだったわけですよ。でもその人は、上手い人はいろんな形角度で提案してくるんですね。まあ僕はそれでハマっちゃいましたけど、なんか人それぞれ反応するポイントが違うんだよね。いろいろな角度で言ってあげないと分かんないですよね。だから僕も本質的な部分は動画でたくさん撮ってますけど、結構言ってること一緒なんですよ、ぶっちゃけ。だけどいろんな例え話だとか、いろんな切り口からこう言うことによって、刺さる人もいれば刺さらない人もいるっていうので、だから僕がやることはいろんな切り口でこう言い続けるっていうことなんですけど、要はそうじゃないですか、セールスもそうなんですけど、断られても提案していくってことと一緒で、動画も同じこと言っててもやっぱあの刺さらない人と刺さる人がいるんで、じゃあいろんな切り口でこう提案していく、伝えていくっていうことをすると、あこれはなんかいいこと言ってんなみたいになるわけじゃないですか。だいぶ眠いぞ、疲れた。結構ずっと喋ってるとマジで疲れますね。いや本気疲れる。まあここまでねずっと喋って動画撮ってる人あんまいないとは思いますけどね。でこっちで僕
そうそうそう、こっちで僕動画ナビしてるんで、メインのやつ、メインのやつを今 Google マップのアプリ起動してナビってるんですけど、たまたま今日2台 iPhone 持ってたんで、使うこっちの2台目のやつで撮ってますけど、なんかね、そう、こっから何話そう、そうそうそう、まあちょっと話は脱線しますけど、最初ね、その2台目の iPhone でこう撮ろうと思った時にもう電池がなかったんですよ。で、僕はもう話したいと思ったら今すぐ撮りたいの でちょっとね、充電するまで待ったんですけど、思ったらすぐやるっていう、まあこれはね、セールスとあれですけど、まあ一つなんかね、そう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 、一つ僕武勇伝的なのがあるんですけど、会社にですね、営業マンが来たわけですよ。まあ会社にはその広告代理店とかこれどうですかみたいな、まあクレジットの代行会社の営業と、あと広告代理店の営業ですね。うん。で、僕はそのクレジットカード会社の営業マンに営業返しして塾売りました。20万ぐらい、25万ぐらいかな。で、広告代理店の営業マンに塾30万ぐらいの売りました。で、それも別に売ろうと思って売ったわけじゃなくて、なんかその話してると、じゃあその悩み解決できるのは、あ、これいいですよつって提案してあげたら、あ、じゃあ入りますみたいな。だって向こうだって営業しに来てるんですよ。営業しに来てるのにこっちの商品買ってるっていう、なんか意味わかんない現象が起きてるんですけど、起こしたんですけど、まあそれも結局その僕はニーズを聞いていろんな話していく中で、だったらっていう感じで提案したんですけど、別にゴリ押しのセールスじゃなくて、ヒアリングしてその人の求めてるものがたまたま、じゃあこれいいんじゃないですかみたいな。そのクレジット代行マンの人は、その今なんか話してる時に、今この仕事楽しいですかみたいな話から切り込んでって、まあ、別に売る気はなかったんですよ。売る気はなくて、そうですねみたいなこと言ってて、将来どうした、その人が若、まあまあ20代で若かったんですよ。で、将来どうしたいんですかみたいな。そしたらなんか、まあ、将来は一人でやりたいですねって。あ、じゃあ今なんかやってることあるんですか。いや、 FX やってるんですよと。あ、 FX やってるんですかと。うちも教材扱ってます、 FX のって。 FX はどうやって勉強してるんですか。いや、独学です。いや、独学でやるんだったらちゃんと勉強した方がいいんじゃないですかと。ちゃんとやれば稼げますよと。まあ確かにそうですよねと。だったら、まあうちが FX のその塾運営してるんで入ってくださいと。入った方がいいですよと。本気でやるんだったらちゃんと学んだ方がいいしみたいなって言ったら、まあ入ってくれましたけど、あとクレジット代行営業マンの人にもそんな流れですね。将来どうしたいんですかみたいな。何やりたいんですか。いや、一人でやりたいです。じゃあ何かやってたんですかっていう。いや、実はそのインターネットビジネス昔やってたんですけど、ちょっと挫折してみたいな。あ、だったらちゃんと学んだらどうですかっていうことで、まあ塾の案内して、で入ってくれて、その後も僕のなんか商品もなんか何本か買ってくれましたけど、なんかね、やっぱセールスは提案ですよね。いろんな、だから、まあセールス思考なんですけど、なんかコンテンツを作る時も結局同じでもいいんですよ。同じでもいいんですけど、いろんなその切り口で提案してあげる、言ってあげる、伝えてあげる、それが大事かなっていう。そうしないと伝わるものも伝わんないわけじゃないですか。例えば僕が動画1本だけだったら伝わるものも伝わんないですよね。
でよく僕のそのセミナー来てくれる人とかはやっぱ吉谷さんの動画を何本も見てるうちにみたいなことを言うわけですよ。ということはその何本も作ってるからじゃないですか、その現象が起きるのって。あと12分ぐらいで着きますね。いや、お腹空いたな、すげえ。今日何も食ってないんですよね。何も食ってない。お腹空きましたよ。あと11分で着く。あー、お腹空いた。やっぱ喋ってると体力使いますね。あと11分何話そう。あと11分ありますよ。まあ寒くなってきましたね。寒くなってきた。結構で動画回してから後悔することが多いんですよね。回しちゃったから喋らんとあかんしみたいな。じゃあちょっとね、もうちょっとほんと疲れてきたんで、またね、だって着いたら僕動画作り、撮りますから、ちょっと休憩しようかな。あと9分、あと9分休憩します。ちょっとね、いや本当に疲れました。いやー、ギブだギブだな、休憩したいな。今日という一日が終わろうとしてますよ。そのお店19時までなんで、まあ大丈夫か。今18時7分、まあ19時までなんで間に合うでしょう。いやマジで腹減った。3連休ですよね。でも最近なんかね、仕事すると疲れるんですけど、まあね、こんな動画ずっと撮ったら疲れるじゃないですか。でもね、なんか、まあ、休み僕基本ないので、もうなんかこれに慣れちゃいましたね。これに慣れちゃいました。これに慣れた。すげえガタガタいってる。あ、もうちょっとで着くぞ。あと5分、
あと5分で着きますよ。あと5分ですね。あと5分だったら喋れるな。はい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 、分かった分かった、ここ分かりました。この前来たからね、分かった。この道一回来てるんで分かりました。この道分かったぞ。もうちょいです、もうちょい、分かった。もうちょいですね、もうちょいで着きますよ。もうちょいで着きます。めっちゃ腹減った、やっべー、おいしょ、超腹減った。これなんか入れないときついな、なんか入れないときつい。何も入れてないですからね。今日何時に稼働したんだ、今日10時半ぐらいから稼働してんのかな。ということは7時間ぐらい、7時間8時間何も胃に入れてないですね。まあ飲み物は飲んでるけど、気持ち悪いですね。もう気持ち悪い。気持ち悪いな。停止、もう分かりますからね。僕ナビがなくてももうこの道は分かる。あとちょっとで着きますね。やってないかったら受けますよねこれで。まあ、やってないってことはないと思うんですけど、ちょっと左しませんよ。あ、やってた、やってた、やってた、やってましたよ。やってました、やってました。もう完全やってたな。よし、完全にやってましたね。とりあえずここに駐車していきます。おい、着いた。着きましたよ。じゃあ終わろうと思います。